これね、ジャコウウシっていう生き物のお話をしてましたね、さっきまでね。ジャコウウシの兄弟の、生まれたばっかりの兄弟の写真ですね。これ、ジャコウネコとか聞いたことあるんですけど、なんか関係はあるんですか、ジャコウっていうもの。そうですね、あの生物学的には関係あると思いますけど、見た目はそんなにつながりは感じないですかね。ジャコウシが有名なのか、毛皮が世界一あったかいっていうふうに言われてますね。はい、ここでちょっと気を取り直して、会場説明ちょっとお願いしていいですか。はいはい、ここはですね、松本市にあります新米メディアガーデンというところですね。松本駅から徒歩5分から10分ぐらいのところなんですけども、こちらで写真を飾っております。約50点飾ってますね。これは映像がどういうものが流れてるんですか。はい、これはあの大きなスクリーンがありますので、そちらで動画も、3本ぐらいの動画を流しておりますね。アラスカで撮ってきた動画を流しています。はい、ですね。次のじゃあ思い出の写真を展示されてるの。じゃあもう一枚飛ばしていっちゃいましょうか。こちらですね、これはあの北極圏の写真になりますね。北極圏というと北緯66度33分以北のところを言うんですけども、そちらに山の上に登ってですね、こう山の上に夕日が当たっている状態なんですけども、北極圏というのはあの夏至の頃にはですね、日が沈まなくなるもんですから、これで夕日の見えるんですけれども、深夜3時ぐらいの写真になってますね。で、後ろに見えてるのがブルックス山脈っていう山脈になります。はい、結構明るい写真に見えるけど、時間はそんな感じなんですね。そうですね、時間はそのぐらい遅い時間帯ですね。ブルックス山脈っていうとアラスカのどこら辺にあるんですか。なんて言ったらいいですかね、北緯67度、8度ぐらいのところにある、もう横幅1000キロぐらいのかなり長大な山脈なんですけど、その中の一箇所に登って撮ってる写真ですね。で、この写真の右側にはもう山がないですので、このままずっと行くと北極海までたどり着くというところですね。はい、この中に、この雄大な自然の中に生物がたくさんたくさんいますね。このカットにこう目に見えてわかるわけではないですけど、例えばカリブーだったりグリズリーだったりキツネだったり、マーモットだったり、そういうのがたくさん生きているというような世界ですね。はい、これやはり普段歩いてると頻繁に動物っていうのは会うものなんですかね。ほとんど会えない日の方が多いんですよね。なのでこう1週間とか2週間分の食料とバッテリーを背負って原野の中をずっと歩き続けて、出会えたら取れるし、出会えなければ取れないというような感じですね。はい、まあ、ある程度地図をかなり読み込んで、ここなら会えるだろうなっていうのをあのメッケンとつけてねやりますけどね。はい、じゃあ次いきますか。こっちも北極圏の写真ですけどね。これは9月末の写真ですね。北極圏の9月末、気温は0度からマイナス5度ぐらいでしたがね。で、湖が凍る、もうギリギリ最後っていう感じですね、日です。で、テントで寝てると大抵こう風でかテントをこうパタパタって打つ音がうるさくて寝られなかったりもするんですけど、この日は本当にもう無音だったので、もしかしたらこう綺麗に反射してるのが撮れるかななんて思って、こう湖に朝方に行った時の写真ですね。はい、この中にもあのムースとかオオカミとかが生きてるような、そういうような世界ですね。はい、これはパノラマでね、これが一番今回の展示の中で大きな写真になります。横がね 1.8 メートルありますね。はい、これアラスカって風が強いイメージがあるんですけど、どうなんですか。あの本当にすごく湖面が静かに見えます。そうですね、これはかなりレアですね。大抵こうバタバタ風が吹いてることが多いんですけど、この日の朝はすごく静かでしたので、自分としてもこう貴重なシーンだったんですけどね。ですね。はい、こ
ちらも冬の写真ですけど、ちょっとコメント面白くなさそうなので次に行きますが、これですね、こちらは雨がメインの被写体のカットですね。よく見るとちっちゃな雨がいっぱい写ってるので見てもらいたいんですけど、雨のカーテンが写ってるカットですね。これは場所はどこかっていうと、アラスカ山脈ですね。マッキンリーという一番高い山のあるアラスカ山脈の中で撮ってますね、はい。これ滞在するときはどのぐらい荷物を持って滞在するんですか？そうですね、この時は、10日間ぐらい撮影に原野の山の中に入りましたので、10日分で45キロぐらいですね。で、水が足りないときはさらに5、6リットル持ちますので50キロ強って感じですかね、になりますね、はい。カメラのバッテリーなんかもじゃあ大変なんですね。そうですね、バッテリーとお水っていうのが一番こう肝なんですよね。サバイブするためのお水と写真家活動するためのバッテリーというような感じですね。その2つがどっちかが切れたらまた戻ると、町に戻って補充し直すというようなスタイルですね。バッテリーは何個ぐらい持ってくるんですか？10日間ですと20個ぐらいですね。もうちょっと3週間近く行くときは最大で30個ぐらい持ちますね、はい。次の写真ですか？これは雨の写真でしたね、うん、はい。こちらは動物が2つ並んでますけども、上に映ってるのが、あんまり見慣れないかと思うんですけどね、シラガマーモットっていう生き物になります、はい。で、これもね、生まれて多分半年ぐらいの個体だと思いますね。湖のそばの岩場で遊んでるシーンですね、はい。で、下はというと、北極ジリスっていう生き物になります。地面に住んでるリスなのでジリスっていうふうに言いますね。で、自分の尻尾というか体の毛並みをこう舐めてケアして、最後自分の尻尾を丁寧にこう噛んでるところですね、はい。こういう写真珍しいので、ぜひね、まだ見てない方いたら近くで見ていただきたいですよね。本当ですね、なんか偶然ですけど虫が飛んだりなんかもしてますしね。このプリントがすごく綺麗なんですけど、写真の、これはどういう紙なんですか？そうですね、今回すごくプリントをこだわってまして、イルフォードっていうペーパーのメーカーがあるんですけども、そちら の美術館に収蔵できるレベルの紙で、ギャラリーシリーズっていうのがあるんですけど、その中でも一番写真が綺麗に映えそうなペーパーを選んでいます。で、さらに会場のね、ライティングもこだわってやってもらってますので、こう浮いて見えるような立体感がついて見える展示になってますね、はい。これはやっぱ実物を見ないと、そうですね、感じられないですね。感情じゃない、会場じゃないとね、感じられないことっていうのが確かにあるなというふうには思います。特にこの今回天井が高いのでね、その開放感っていうのはより伝わるかなというふうに思いますね。この展覧会は入場料かかるんですか？かからないです、無料で。無料ですか？しております、はい。でも佐藤さんの今回出版された写真集もこちらに置いてあるんですよね？そうですね、はい。この写真集の出版記念イベントということで行っていますね。なので今回展示してある写真も ほぼ全て写真集に、入っているというような具合ですね、はい。で、次ですけども、次こちらがですね、またジャコウウシという生き物が写っていますけども、ここアラスカの空気感全体が写ってるかなというワンカットですけどね。これはまあ場所で言うとスワード半島というところなんですけども、北緯64度か5度ぐらいですかね、のところにいるんですけども、それ以外にね、自分のいた場所の説明のしようがないんですよね。近くに町とかがないので、なので緯度でいうと北緯64度とか65度ぐらいのところで、6月の25日ぐらいのカットですね。これジャコウシ拡大してみるとものすごい格好してますね。そうですね、この毛並みもすごいです、角もすごいですし、で、警戒心が強くてね、なかなか近づかせてもらえないんですけど、1週間ぐらいこうその群れと行動を共にして撮らせてもらったカットですね。あ、じゃあやっぱこの群れと徐々に慣れていくっていうことなんですね。そうですね、受け入れてもらうというか、こう無視してもらえるのが一番いいですので、こういかにこう自分が石ころとか風とかそんなような存在というふうに認めてもらうかっていうのがポイントだと思ってやってますね、はい。佐藤大志です、はい。
この写真すごく人気がありますね。これはジャコウ牛はこんなに体が大きいですけど、これ何を食べてるんですか？もうずっと草を食べてるんですけども、実はね、ジャコウ牛って言いますけどヤギの仲間なんですよね。で、毛皮を剥ぐとね、中は結構ガリガリの状態です。なので、これ毛を全部刈るとガリガリなんですね、はい、ガリガリです。全然体の体重っていうのはないですね。まあ、それが故にね、結構急峻なところもこうひずめで掴んで登っていけるというね、見た目に反して結構アクティブな動きもできる生き物ですね。はい、このエピソードは本当に出会うまでが大変だったんですよね。本当にすごい蚊が多いんですけど、何万匹という蚊にこう覆われながら、なんとか見つけて、なんとか受け入れてもらって取ったワンカットですね。これ今ジャコウ牛今1頭いますけど、群れはどのぐらいの大きさなんですか？そうですね、実はこいつも群れの中にいて、周りにあとね30頭近くいます。30数頭の群れが割と広い、なんですか、ソーシャルディスタンスを保ちながらね、過ごしてますね。これジャコウ牛って寝るときはどういうところで寝るんですかね？こういうところの窪地、風通しのいいところかな。で、見晴らしは常にじゃないか、まあ、風通しのいいところでみんなで固まって、本当にもう体を地面に投げ出して寝るような具合ですね。はい、で、一応最後にしようと思いますけども、これはすごい黄色い地面に青い湖が印象的なカットかと思うんですけどね。綺麗ですね。アラスカ山脈の中で9月頭ぐらいのカットですね。自然の色合いもとっても綺麗なんですけど、実はここにちっちゃくカリブーが映っててですね、それがこう本当に彼らが生きているそのまんまを撮れたかなというふうに思っているカットですね。で、このぐらい大きくしないと見えてこないので、今回はこの大きな展示でこういうちっちゃく映ってる生き物っていうのを見てもらえたらなというふうに思っていますけどね。マックスに拡大したらなんとか見えました。そうですね。あ、本当ですか。これも近くで見ると、実際の写真を見るとまた違いますよね。また違います。こう自分で寄ったり引いたりできますんでね。これこの湖は本当にこんなやっぱ色なんですか？そうですね、まあ、若干青が強く出てはいますけど、こんなような感じですね。青みがかった。でももうちょっと苔っぽくて、この水を飲もうと思う感じではなかったですかね。でもすごい綺麗ですね。色合いは綺麗ですね。そうですね、まあ、あとこれの他に30点40点ぐらい並んでいますので、ぜひ直接見ていただけたら嬉しいかなというふうに思ってますけどね。これ開催の時間は何時から何時までやってらっしゃる？10時から19時、でも平日は18時ですね。6時に閉めちゃいますね。あれ、佐藤さんもいつもいらっしゃるんですか？この基本的にはできるだけいるようにしてますが、いない日は Facebook とかホームページに記載してますので、見ていただけたらと思います。最終日が何日でしたっけ？9月の22日の火曜日、祝日ですね。はい、これまたトークイベントもあるんですね。はい、あります。自分が一人で話すギャラリートークっていうのが9月の19日と20日ですね。両日とも3時から行います。それから9月の最終日2日ですね、9月の21日と22日は3時からクロストークをするんですけども、その話をする相手がすごい今回はビッグネームの方で、日本で唯一って言える北極冒険家の荻田さんという方をお招きして、クロストークをします。まあ、クロストークといっても僕の質問がメインになるかなとは思うんですけども、かなり面白い話になると思いますので、22日の方はオンライン配信も行いますので、ぜひお気軽に全国の方に見ていただけたら嬉しいかなと思いますね。ぜひこの会場に来て実際この写真を見ていただきたいですよね。本当そうですね。ぜひそう思います。はい、で最後に、はい、じゃあもう終わろうと思いますけれども、大きい展示がねいっぱい並んでますので、ぜひ無料ですしね、ぜひお気軽に、ご覧になっていただけたらと思います。じゃあ会場でお待ちしております。佐藤大志でした。ありがとうございました。